ボボン研究所、アツとチヨチです。こんにちは、えっちゃんです。はい、ということでね、今回の実験はこちら。じゃん、全体に丸しないでください。これね、最近よく出てきますけど、こちらのね、2巻に掲載されている巻末のぜひとも真似してみてください、ぜひとも真似してみてくださいの中から、こちらスーパーボールロケット、こちらをやってみたいと思います。こちらでね、今回は作り方と、まあ、それを使ってヨッチと私が対決しようと思います。それでは早速やってみましょう。材料はこちら、ハサミ、スーパーボール、ストロー、竹串、以上です。それでは早速ロケットスーパーボールを作っていきたいと思います。まずはじめにこちらスーパーボールに真ん中にね、竹串を刺します。よっちできるかな、気をつけてね。よいしょ。あ、この時ね、持ち方気をつけてくださいね。そうですね、こうやって持った方がいいですね。こうだな、はい、お、刺さってきたね。お、刺さった刺さった。これ危ないね、気をつけてね。はい、はい、こんな感じね。オッケーです。台の上でやった方がね、うまく刺さりますね。はい、こんな感じです。続いてストローを、曲がっていない部分を竹串のこのスーパーボールの上から、この長さよりちょっと短いぐらいですね、これぐらいに切りましょう。そしてででん、これで完成です。早っ。早い、簡単。はい、ということでロケットスーパーボールができました。綺麗だね、意外とね。ね、じゃあこれでね、どうやってロケットにするかですね。もう簡単です、まっすぐ落とすだけ。じゃあやってみようか。やってみよう。せーの、おお。いくよ、じゃあちょっと大きいやつ、せーの、おお。これね、今見えないと思うけど天井までに飛んでいました。今のはちょっと見えづらかったので、こちらでやってみたいと思います。せーの、おお。じゃあどちらが高く飛ばせるか、3本勝負だ。かかってこい。同じスーパーボールだ。じゃあまず1本目だ。やるときは目に入らないように気をつけて。はい、せーの、はい。あー、負けた感じ。相手がこれを落とします、はい、で落としてストローが飛びます、はい、ここ落ちてきたところを横でガッツ。あ、こうやってジャッジするんですね。そうそうそう、もうこれダメ、これダメ、はい、これもダメ、はい、ガッツって横、はい、まあどちらが早く掴めるか。よし、じゃあ先行は、先行私だ。じゃあ行くよ、行きます。これ結構難しい、はい、行くぞ。ずるいじゃないですか、今のは。よしよしよし、せーの、はい。おい。あらー、くぎゅー。はい。あー、ミス。せーの、はい。2回対決したけどね、こういう遊び方もあるってことだよ。うん、なんか飴みたいでね、終わった後飾っても可愛いんだ、こうやってね。はい、はい、まあ今回は1対1の一勝一敗で引き分けなんだけど、まあまたこれで遊んでみようか。そうだな。はい、皆さんもぜひ遊んでみてください。はい、こちらのね、スーパーボールロケット、こちらは絶対に真似しないでください、2巻の巻末に載ってますので。
ので皆さん気になりましたらぜひね単行本買って試してみてください。皆さんね、この動画が面白かった、楽しかった、やってみたいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日の16時にお会いしましょう。さよなら。